ホーム、辰野駅は、兵庫県辰野市揖保川町貴美田にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。辰野という駅名だが、辰野市の中心となる旧辰野市中心部から約 5km 離れており、旧山陽道の成城宿に近い地に位置している。そのため、開業当時は、当駅から、辰野の城下町までを結ぶ、約 5km の辰野鉄道の敷設計画があったが、実現には至らなかった。JTB 時刻表における辰野市の代表駅は、当駅ではなく、旧辰野市の中心駅であった、姫新線の本辰野駅のままとなっている。当駅から、辰野市中心部へは、辰野市コミュニティバスで揖保川沿いに北上することとなる。1889年11月1日に、山陽鉄道が、姫路駅から延伸した際に開業。しかしながら、揖保川を渡る鉄橋の工事が大幅に遅れていたため、川の東側に仮駅を設置し、営業開始。翌年に、宇根駅まで路線が延伸されると同時に、現在の場所へ移転した。駅名は1890年に、山陽鉄道の駅として開業して以来、辰野であるが、戦後は長らく旧辰野市ではなく隣町の揖保郡、揖保川町に属していた。2005年10月1日に、旧辰野市、揖保川町など1市3町が合併して、辰野市となり、名実ともに所在自治体が初めて、辰野になった。開業当時の駅名表記は、辰野で、1958年11月当時の、当駅の駅名表も、辰野と表記されていた。書体が、丸ゴシック体であることから、1954年12月以降に、書き換えられたものである。時期は不明だが、本辰野駅とともに表記が、辰野から、辰野に変わり、辰野市とは、漢字が一致しなくなった。有効長12両編成対応の単式2面2線の、プラットフォームを持つ、地上駅である。当駅は、JR 西日本交通サービスによる、業務委託駅である。ICOCA及び提携 IC カードが、利用可能で、ICOCA対応の自動改札機が設置されている。日中時間帯は上下ともに普通電車が1時間に1本停車する。2016年3月26日のダイヤ改正によって新快速の日中の運転は取りやめられ、朝晩のラッシュ時間帯のみ運行されるようになった。2021年10月2日からは日中時間帯は上下ともに1時間あたり1本に半減した。当駅を含む山陽本線姫路駅、相生駅間は、赤穂線相生駅播州赤穂駅間と一体の運用となっており、日中は全列車が次の相生駅から赤穂線、播州赤穂方面に入る。この時間帯に、上郡、岡山方面に行く場合は、相生駅で乗り換えが必要である。朝晩は、山陽本線経由の姫路駅上郡、岡山方面間の列車が運行されるため1時間、3から4本と多くなる。当駅は12両編成までの乗り入れに対応しているが、赤穂線内の西相生駅、佐古市駅、播州赤穂駅のホーム有効長が最大8両編成分しかなく、12両編成での乗り入れができなくなっている。そのため、大阪方面と赤穂線を直通運転する朝晩の新快速は、姫路駅で、米原よりの編成を増改決した上で当駅に停車している。ただし当駅に乗り入れる列車は、上り始発と折終電の10両編成が最長であり、定期運用で12両編成の列車が入ることはない。兵庫県統計所と、辰野市統計所によると、2020年度の1日平均乗車人員は1787人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。